むつよクレメンティは、イタリアのローマに生まれ、イギリスのイブシャムで没した、作曲家、ピアニスト、教師、編集者、出版業者、楽器製造業者。弟子にはフィールド、カルクブレンナー、クラーマー、モシェレスがいる。クレメンティは、約100曲のピアノソナタを残しており、特に1780年代にウィーンとロンドンで、書かれたソナタは、古典派音楽の公共的ソナタとして、 ベートーベンの先例をなす。実際、ベートーベンは、ピアノ曲に関しては、モーツァルトの作品よりも、クレメンティの方がピアニスティックで素晴らしいと評価している。な作品は、初級の練習用教材である作品36の第1番から第6番までの全6曲であり、ソナチネアルバムにも収録されている。他に練習曲集、グラドゥス・アド・パルナスム、4つの公共曲、 小編成オーケストラ曲、ピアノ三重奏曲などを残している。ピエトロスパダによるピアノソナタ全曲録音は1990年代にようやく行われ、10人のピアニストに分担させたグラドゥス・アド・パルナス・スム全曲録音が入手できるようになったのは21世紀に入ってからだった。近年は再評価される機会が増え、作品全集の審判が観光中である。 全曲録音をしたピエトロスパダは作品33のピアノソナタをピアノ競奏曲であったと解釈しピアノ独奏曲から競奏曲への復元を試みている。特に第一楽章は作品2の第一番を思わせるような連続オクターブのアレグロプレスト演奏があったり目まぐるしく動く半音階のメロディー、カデンツァがあったりとまさに競奏曲そのものと言ってよい。 復元ではカットされたと思われるコンチェルタント形式におけるオーケストラの高音部分を補ったようである。クレメンティの音源は現在主にピエトロスパダであるがハワード・シェリー、カルロ・グランテの解釈によっても知られている。もともとウラディミール・ホロビッツが好んでレコードに録音していたのも事実である。公共曲作家としては大成しなかった。ありがとうございます。